さあやっていきます。焼きつくパート12ということでね、やっていきましょう。情報確認いるかこの時間、さっと入った方がいいんじゃないか。分かってんだけどな、分かってんだけども一応な、101試合を紹介して49勝52敗、勝率4割8分5厘、悪くはないんだけどな。頑張ったら3位まではいけそう。でも1位2位は上いるけど、そこからの差がすごいな。3位までし、クライマックスシリーズまではいけそう、 CS までは出れそうだけどって感じだな。なかなか久々にこのグラウンドに顔出してみますか。監督自らグラウンドに。動画の構成どうなんだろうな。そのなんだろうな、10分ぐらいこの辺の、この辺周りのことをして、そしてちょろっとかたしいかな。やっぱちょっと請求が低すぎんじゃねえのっていうところかな。でもまあいいか、浅井の代わりに出すんだから、もうこれでいいか。だからこの辺周りのさ、雑務をこなしてからさ、ウルソーとヒロイキが下にいる。こなしてから後ろ10分ぐらいを、10分この辺回りして、10分試合を見てっていう風にね、しようと思って計画してるんだけど、試合が長い、長引く、いかんせん。ゴズボーンの守備悪いな。補給 B はともかくとして、 C がセカンドの守備 C がちょっとひどいな。打撃もね、加工上司だし、加工気味だし、噂は悪くないけどな。やっぱキャッチャーとしてはちょっと物足りなさすぎる。ポリスまあまあいいよ、まあまあいい、ちょうど高打力高いし、高打 CB だったっけ。ドペスはもう成長もしないよね。3割打ってるからな、成長しなくても使っていかなくて。東の守備がひどいんだよな。選球眼 D だし、一応2割8分5厘打ってるから、この辺のパラメーターってなんか意味あるのって気がするけどな。すごいよな、こうだ B、こうだ C で選球眼 D なのに、選球眼 D なのに今のところ打率2割8分5厘も打ってるからね。出塁率はまあちょっと分からんけどもね。新井さん、まあちょっと出てこれるような選手じゃないな、まだ。口相変わらず走り速い。スポーツ選手、守備を鍛えてますね。今、そうだ、長打鍛えてますね。B、B、B、守備 B ぐらいになるともうすごいけど、ね、こう見ると内野の守備ひどいな。ロペスも使ってるもんな。内野もオール C だよな。オール C。セット戻ってきてちょっと頼りになる。守備もいい。こうしてみてもセットなんだな。バッティングもすべて、走力もすべてセットがいい。まあ、投手はいいか。ほとんど休ませてるからな。投手はいいや。まあ、いいやと言いながら一応見てるけど。そうなんだ。10分さ、これ見てさ、で、試合見たいなってなるじゃん。ちょっとぐらいの試合してるところも見たくなるじゃん。それでさ、めちゃくちゃ時間食ってんだよな、めちゃくちゃ。そろそろ揺り戻しがあるでしょ、揺り戻しが。上原とかもやばすぎるけど、相手の上原が。オーナー賞つけよう、500万円。うわ。ここまでは同点か。ここで崩れてる。誰？山内が2点本塁だ。清水、長谷川。巨人に勝てんと、優勝は無理だぞ。頼む。誰なら勝てる。一勝もぎ取ってくれ、一勝。頼む。一勝欲しい。500万。あ、うわ、なんだこの勝ち方。なんだこの勝ち方。6点。ミンチもヒット打って、東でも打って、小方も打って。まあいいや、一生、チコさん乗ってる。小笠原ヒット、
金本さんっていう本名いいね、いいですよ。いやー厳しいな、巨人にこんなに弱いとなかなかペナントは厳しい。まあ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 、オーナー賞出したから500万帰ってこんけど、500万稼げてないけど、ここからも全部オーナー賞つけていこうか。多少選手のこう見るとロペスいいよな、打率な、打率も入ってるし、打点も。つか松井がすごいことになっとんだな、セリーグ。星野伸之選手、星野伸之選手が通算2000奪三振を達成しました。すごい、星野も結構やっぱりレジェンドだよな。星野もって言ってるけど、呼び捨てにしちゃってるけど、レジェンドですね。ちょっと天然芝の調子がよろしくないな。施設の設備、球団設備で。この辺さ、俺すごく慣れてるからよく分かってるけどさ、慣れてねえとあれだな。あれだな。慣れてねえと。なんか、それだったから何をすればいいのみたいになるよな。そうなったから、じゃあどういう影響が出るのって。ちなみにこの天然芝、まあ、20試合ぐらい。修理まで、限界まで残り20試合みたいになってるけど、この、限界が近づくと、ね、芝の効果は確かね、練習後の休息、体力の回復量に影響するのと、まあ、やっぱボロボロの芝生だと、客が入んねえのととか、そういうふうな効果があります。説明下手ですね。誰投げ出したらいいんだ、ミンチしかいねえけど、ミンチさ、あそこで投げ出したから、体力が回復してない。どっちがいい？薮田か。薮田。東出が調子絶不調。東出絶不調の反対に福地が絶好調だから福地出してみるか、ここで。いやー、賭けだな。よし、ほい。何のことはね、丸め込まれてる。福地、まあ、4打数1安打だから、まあ。見た、今打率0割5分0厘だったぞ。見た、見ました。黒田、山内かな。もう一個、もう出すよ。勝った、イエス。ちょっと待って、まあいいや、誰がいいかな。黒田かな。ちょっと待って、ここで活躍したかどうかだよな。口が5打数2安打1本3打点、最強じゃないですか、最強じゃないですか、福地。あ、ここでもスタメンを引かしてから福地にオーナー賞つけよう。オーナー賞500万円うわ、長谷川、まあまあ前線してるからいいか。これはまあ、これは攻められないわ、チームは。1勝2敗繰り返してるけど、これは攻められない。金はがっつり稼いでってるな。1年目とは思えないこの潤沢な資金の余りようよ。松井すげえよ。さ、まあ、3割6分6厘まで打率落ち着いてるよ。本塁打39本を超える勢いだよこれ、まあ、この時はまだバレンティンがね、日本のね、日本記録、本塁打日本記録、シーズン日本記録更新してないから、まあ、王の55本がね日本記録だわ。でもそれを超える勢いだもんな。ミンチー、東でまだ調子が悪い。どうすりゃいいんだ、東で調子よく上げてくれ。東での調子を誰か上げてください。山内いいな、山内いてよかった。福地打ってるよ、結構。ね、黒田かな。5勝7敗黒田。菊池原いいんじゃねえか。カープ出す、ヤクルト出せみたいな。打撃成績、ヤクルト。左、右、左、左、右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 。強打者は左に多いな。左、右、左、左だから。左3枚に対して左を投げる、まあ、しっかり上位打線を抑えれば、下位を抑えれば、まあ、こう、すごく得点が上がるってことはないから、これでいいでしょう。右でいいでしょう。伊藤智則は、伊藤智則だっけ、相手のピッチャーの名前が潰れてこない。でも、オーナー賞をつけよう。
この人1000万出そう。でーん、伊藤智人だ。うん、福地がな、うわすげえ5打数4安打。でも失策一つか、こんだけ福地が出てそれで負ける。うん、どんな攻めしたらこれで負けるんだ。福地が、福地これ手が入ってる。福地が出てだからすぐ盗塁でしょ。監督、監督、もう10分来た。10分1。次の3カード目の、次のカードの3試合目に、次のカードの3試合にまた試合見るか。山内だけは最多勝争いに食い込めそうな勢いだな。セーブギャラードがひどいことになってるから。山内は無理だけど。山内、井上弘明。多分今のがあれだな。OB だな。こんなメガネかけた。メガネかけた新人は、などは。想像しにくい。 OB が OB のその時の OB の姿のままか、まま出てくるからな。違和感すごいんだよ。よし見るぞ。でもサクサクと飛ばしながら行くぞ。そろそろ、うう、中日だな。それこそあれだな、それこそ東の変えて福地の出すところ、出すべきところだね。左出し、後藤。獲得した後藤が全く、獲得したこの2人が全く機能してない。全く機能してないな、後藤と薮田が。これ、勝ってくれ、先生。薮田、ひどくないか ?0 勝4敗だぞ。効率 5.40 だし。ここで負けるともう目も当てられない。しかし、俺は福地を使うのをやめられない。メルビン・バンチ見よう。中日とのあれは初めてかな。中日との試合をこうやって流すの、映像化するのは、映像化っつうのもあれだけど、ただね、相手のホームだからこっち側に動画の録画してる、あのなんだろう、ソフトみたいなのの AMV っていうの出ちゃうから、自分のチームの打率が隠れちゃうんだよな。それちょっと残念だね。ゴメス、レオゴメスがサードだ。福留がショートやってるぞ。リージョン部、関川、井上、濃いメンツ、レオゴメス。もうちょっと早く試合が進んないのにね。福地がすごい調子いいな、すごい調子いいな。5番小笠原、内野フライだな。今13分でしょ。7分ぐらいで終わんないんだね、こうやって試合をこう、スキップしてても、早送りしてても、13分じゃ7分ぐらいで終わんないよな。キャブンやろこれ。何を言ったか分かんない。リードしたら小笠原を変えたいよな、やっぱこの、うわ内野安打、うわ内野安打、うわ危ねえ、もう満塁いってだな。いいでしょ、ロペス出塁、転がせ、いや長打狙いだわ。金本ならもうずっと長打狙いで OK、まあ、これも作戦なんです。しゃなし、攻めた結果これなら別に。中村武史だ。僕には作戦を、いやまあでもそうだな、させるかね。選手の交代のタイミングだけはあれだけど、作戦は監督にもなってますよ。やるとこはさ、ちゃんと盗塁警戒にしたのか、ウエストとかさせたのか、そこよ。山内、まあ出れんな。尾形、いい尾形、いいよ、バント。あれ、なんで福地左打席にスイッチにしたんだっけ。走れ、いける、福地の足を持ってしても、頼むぞ、大相撲は。何のために大相撲を
君を獲得したと思っているんだ。あれ違うわ、俺福地を東の代わりに出しずっと出してたけど、よう考えたら福地ってショートじゃないわ、セカンドだ。だからオズボーンの代わりに福地出さないといけんかったのに、何やってんだろう俺、何やってんだ俺。それはエラーも起こしますし、大量失点もしますわ。さあ4番小笠原の出番です。いよいよ信じて送り出す。ここ見えませんね、見えないけど、こう3割2分クリーンって書いて、ごめんっす、抑えてくれ山内、うちのエースなら、うちの山内さんやってくれる、この試合なんとか勝ってくれる。ホームラン、相手ホームランばかりの一撃。なんとも配色濃厚、この音、打ち小技。福留ショートでね、まだショート福留、まあ、見よう、成績見ようと思ったけど、時すでに遅し。ああ、またホームラン。なんでこんなにホームランが出る名古屋で、名古屋ドームでこんなにホームランが。以上です。出れんね。福地だけはすごいな、福地だけはほんとすごいな、めちゃめちゃ当たってる。下手したらオズボーンより今福地の方がいいんじゃねえかな。打てないオズボーンを使うぐらいだったら、打てないオズボーンを使うぐらいだったら福地をセカンドで使った方がいいかもしれん。なんならナイス走ってあげる。あと、なんならだからオズボーン一回出塁したら東出に変えて盗塁させて、で次のイニングから東出と福地を守備位置交代させてみたいな、そういう起用も考えてもいいかもしれない。うぃ、全然出れない、全然出れない。ロペスが出塁したから、ロペスのところにダイソー、ファーストできるやついないな。新井さんか、新井さん出すか。いや、まあここ変えんでいいわ、そんな場面じゃないわ。ちょっと待って、外野をあれにするわ、浅井を木村拓哉にするわ。で、通りだ、即通り。木村拓哉はそこそこ足速い。よし、チャンス。金本頼むよ。でも2割4分ってまあまあ打ってるよな、まあまあ。まあ今期のね、中田翔ぐらいはよりはいいよな、これでも十分。うー、伸びすぎ。見どころねえな、今日の試合は。淡々と負けていってるな。でも終盤でもしかしたらドラマが回ってるかもしれん。それが野球。なんとか山内に勝ちつけさせたいんだけどな。最多勝狙わしたい。まあ、ワンカードごとに出てくるって頭おかしいけどな。起用法として。ここで買います、さすがに。誰がいいかな。木村ぐらいしかいねえな。ここで代打を投入します。CD っていうレベルでもここしかないっていう。まあ十分。今のはまあバッティングしては攻めた結果だ。木村に変えて、川口いいんだけどね、実は。まあまあまあ、菊池原かな。ピッチャー交代です。菊池原か、ちょっと怪しいけど。左のワンポイントで考えて出してるのに、そこで打たれたら右か、右左か、細かくつなごう。玉木変えてもな、打たれちゃ意味ないんだよな。よし、 OK、 働いた。おい、菊池セーフティーバントを狙い、うわっと。ワンアウトになりました。おい、
全部が裏目だ。なすすべねえな。なすすべはある、すべはあるけど、すべがあるだけだな。それがいい方向に転がるとは誰も言ってないみたいな感じだな。左続くな中日。左右右、キャッチャーわざわざ、キャッチャーわざわざ悪いとこ出たな。二塁に走られて、普通のワンヒットはこんな風に拡大しちゃうな、ピンチ拡大。よし、さあこのチャンス生かせずに一体という。ここで大卒攻めるぜ。ここからの攻撃よ、ここからの攻撃が見どころよ。よし、ナイス。バンチに完封だけはさせん。たとえ汚いと言われようがバントで、バントでボール球を見送っていく。そして出塁する、出塁するのもあるし、セーフティーバントでチャンス拡大を目論む。2、3になってもバントをする。外れろ。今日はもうとことんですね。バンチの球数の少なさよ。9回投げてたったの87球。足止まってるもんな、セカンドランナーの。チコワザ選手変えるわけにもいかん。ここで出たらね、次の選手でホリスあたり、チャンスに強いホリスを出してもいいんだけど、ここ変えたら、ここでホリスを出したら次のバッターで誰出したらいいんってなるけな。これです。しゃれ、負けは負けだ。星野選一監督ですね。左は山田だし、右は水谷実夫っていう選手だね。コーチだ。実夫じゃねえんだけど、読みが分からん、漢字そう読んでただけだけど、顔見ただけで大体誰か分かるぐらいにはやり込んでるんだ。しーかし、もう全然このカード勝ててないな。この動画では勝ててないな。総括、8月の総括でしょ。それ終わったらとりあえずここまで一旦切るよ。今月の決算、5700枚の私勝敗表、月別で見たけどそれは無理か。月別順記、順位、最初3位だったのに5、6月は4位になり、4月に5月に5位に転落し、でも8月の12勝11敗だぞ。7月が悪いんか。7月もだけど5月も悪いな。12勝11悪くねえよな。悪くねえって、悪くないって。でもまあきっと社長は評価してくれてる。8月12勝11敗というこの戦いぶりを。12勝した、よし。人事は何も成果がなかった。先を見てどうのこう。9月、イエー。じゃあここまでということで、ほなまた。